この写真いいね。リスタートツーショットのこの写真。あ、国民栄誉賞これ。まあもう現れないですね。800本も打つなんていう人は。あ、これが。これがですね、純石井さんが作った圧縮バットという、この、触っていただいて結構。あ、いいですか、これ。これ、ちょっとレプリカではあるので、本物ではちょっとないんですけど、上がやっぱり抜けてます。ヘッドがちゃんと抜けて、はい、ちょっと手前目に芯をずらしてたんです。純石井ってなかなかもう知ってる人いないんですけど、そうなんですか。このここにギュッてあれして、なんか独特の何か入れてギュッてこう圧縮して反発係数を上げていたという。今は使えないんですよね。今規制が入って、はい、圧縮バットは禁止になってますね。純石、純石、これ持ってたらもう今大変ですよ。大お宝ですよ。亡くなった八代亜紀さんが確か1本持ってるんですよ。なんで持ってるんですか。846号が八代で、王会長が八代亜紀さんに846号八代亜紀さんへっつって送ってんですよ。八代亜紀さん持ってるんですよ、ジューシーのバット、ですよね。後ほどそのコーナーが出てまいります。あ、本当ですか。先走っちゃう。で、今ホークスの小久保さん、そうですね、はい、松永さん、松永さん、みんなヘッド抜いてんね。なるほど。ギータだけヘッド抜いてないね。時期によってあるんですけどね、割と夏場になってきたら皆さんこう疲れてきて、ちょっとあのフリーヘッドが抜けなくなってくるから、ちょっとこう上を抜くとか、そういった話をよく聞きますけど。まあ、ジョージャーさん、ジョーちゃんもね、やっぱ好きだったな。かっこよかったよね、はい、メジャー行ったキャッチャーですからね。タオル持ってました。多いね。こちらが、あ、国民栄誉賞、これ王会長のために作られた賞。そうですね、はい、あ、福田さんだったんですね、首相。そうですね、何か王さんを、世界記録も作って王さんを表彰できる賞はないかということで作られたのが国民栄誉賞で、はい、第1号になってまして。ですよね。これの副賞となる、あの大冠橋っていうのが、これは結構ちょっと有名なんですけど、奥の方に飾ってますので、これもまたご覧くださいこれも。すごい。